これは私の友達が彼氏に聞いた話らしいんですけど、C 県有志での話。友達の彼氏の A 君は子供の時から北路が多かった。A 君が高校生の時下校しようと校門を出たら、道の向かいにいた知らないおばさんが A 君を呼び止めた。おばさん曰く、その北路は運勢が悪い。 今はいいけど、仕事をするようになったらたたる。あなたが自分で稼ぎ始める前に、レーザーで撮りなさい。とのこと。美容整形外科の勧誘か何かかと思って通り過ぎる A 君に、おばさんは後ろから。いつかそのほくろが元で怪我をするよ。と言った。A 君はバカバカしいと思ったけど、 振り返った。が、そこには誰もいなかった。A 君は全身に寒気が走ったが、この日のことは忘れるよう努めた。でも、それがいけなかった。高校を卒業してから A 君はチェーン店の居酒屋でバイトを始めた。マナーが悪い客もいたけど、差し的にはならなかった。 だがある日、小さい子供もいる家族連れが2組できた。A 君は、ああ、飲み屋に子供なんて連れてくるなよ、と思っていたんだけど、その家族連れかけるには個室を取ってくれていたから A 君は一安心していた。ところがしばらく仕事をこなした後、さっき見た家族の子供が一人で走り回っていて、 明らかに他の客や店員の邪魔になっていた。うんざりした A 君は、親のしつけがなってないよな、とバイト仲間にぼやいた。数分後、さっきの家族連れの母親らしき女が、子供と夫の手を引いて、血相を変えて個室から飛び出してきた。女はあの子供に、 どの人だったと何やら問い詰めている。子供は、ほくろがある人だったけどよく覚えてない、と言う。女がなおも子供に、はっきり言いなさいと怒鳴ると、子供は泣きそうな顔で、A 君を指さした。女は鬼のような行走で A 君のところにすっ飛んできて、お前、 親につけがどうとか言ったんだってと絡んできた。何なんだこのヤンキーみたいな女は。A 君の脳裏に、ふと、高校の時の、あのおばさんの言葉がよぎった。だがそれを振り払うように。あいや、言ってませんけど、と、しだを切った。すると、女は子供に。おい、こいつなんだろとわめく。子供は、 わかんない、と、泣きそうだ。A 君はこのまま、白を切り続けようとした。だが、もう一組の家族の、父親らしき男も出てきて、しつけの話でしつこく騒いでいる。やがて、そのヤンキーみたいな家族の要求により、店員全員が並ばされた。お店のためにも、きちんと言わないといけないから、 この中の誰が言ったのか、ちゃんと言えよ母親に言われ、すると子供は、また A 君を指さした。女は、店の外に子供を出した後、A 君の胸ぐらをつかんで、やっぱりてめえが言ったんじゃねえかよと叫んだ。その夫と、もう一人の家族の父親も、A 君にガンを飛ばしている。 A 君は、すいません、と言って済まそうとしたが、家族の父親にいきなり殴られた。ボカ、バコ。A 君は歯が折れるような痛みを感じた。この時は完全に確信していた。あのおばさんが言っていたのは、このことだったんだと。続いてもう一人の男にも殴られた。ボコ、バキ、バコ。 女はヒステリックに言う。あたしらがしつけの悪い親だよ。逆ギレかよ、と思ったけど、相手の狂気に怯えるしかなかった。遠のく意識の中で、A 君は繰り返し、すいません、すいませんと言った。女の夫が、なおも殴ろうとするのを、店長が止めてくれようとしているのが見えた。 ヤンキーどもが、まだ何かわめくのを聞きながら、A 君は気を失った。全治一ヶ月の怪我をした A 君は、そのままバイトを辞めて、レーザー治療で、ほくろを取った。これ、実話だそうですよ。つきまとうおっさん。俺はバイク乗りなんだけど、以前体験したやつをまとめてみた。 バイクと車は同じ道を走っているけど、若干違うのはわかると思う。タイヤの数とか、エンジンの排気量とかではなく、体がむき出しであること。その分音や空気をダイレクトで感じられること。かっこつけたがりのバイク乗りたちは、風を感じる、なんて言うけど、風以外のものを感じることもある。バイクに乗り立ての頃、 俺はフルフェイスのヘルメットをつけていたんだけど、音がこもって気持ちが悪く、一度視覚から飛び込んできた車に事故をもらってからは、オープン型のヘルメットか耳が外に出るダックテールっていうタイプのヘルメットをつけている。風切り音だけではなく、周りを走る車のエンジン音やら排気音なんかを感じられるようになったんで、随分と気が楽になった。 でもそれだけに余計なものを見るようになったのかもしれない。深夜に都内から俺が住んでいる県に向かって走っていた時のこと、片側三車線の大きな環状道路を走っていると、信号待ちの先の中央分離帯に人影が見えた。時間は二時くらいだろうか。この時間になると、さすがに時々タクシーやトラックとすれ違うか。 並走するか程度で、ほとんど車通りはない。街灯はあるけれど、広い道路なので、さほど明るくもない。人影が見えたのは、そこは、中央分離帯をまたぐ歩行者横断道路があって、黄色の上野灯がそのゾーンを照らしていたからだ。内回り側にはマンションがあるので、深夜だからといって、歩行者がいることもおかしくはない。 ただ、その人影が気になったのは、こちらの信号が赤ということ。つまり、歩行者信号は青のはずなのに、中央分離帯に立ち止まっていたからだ。携帯電話で話をしているのかもしれないし、気にはなったが、信号も変わりそうだったので、意識を外すと、俺はアクセルに手をかけて発信準備をした。ほどなく、 信号が青になり、バイクを発進させる。交差点を越えて、横断歩道を越えるときも、視界の片隅に人影はあって、なんとなくそちらを見た。人影はおっさんだった。青っぽい服というか、パジャマかなんかを着たおっさんだった。中型バイクとはいえ、出足はいい。 通り過ぎる時には40キロは軽く出ていたはず。その時俺が走っていたのは一番左車線。おっさんが立っていた中央分離帯からは一番離れていたので、さすがに顔までは見えなかった。でも俺は、あ、おっさんだ、と思ったんだ。今思えばこの辺りからちょっとおかしかったんだと思う。 こんな深夜に薄着でよく寒くないなあ。走りながら俺はそんなことを考えていた。二月の深夜、俺は防寒装備でモコモコに着膨れていたし、手袋も二重だった。それからふと気がつく。なんで薄着だなんて思ったんだろうか。時速六十キロくらいで無人の道路を走りながら、俺は視界の 右端に捉えた、おっさんの姿を思い返してみた。薄着そうだった。確かに、薄着だと思ったんだ。おっさんが着ていた服は、パジャマか何かのように、薄く感じた。この時期の歩行者は、皆一様に着膨れている。特に、上半身が着膨れているので、シルエットとしては、下半身との間に大きな差がある。 なのにさっき見たおっさんは全体的にえらく細く感じたんだ。だから俺は薄着だと思ったんだ。そんな風に自分の中で思考をまとめながら走っていると、再び赤信号に引っかかった。対向車線にはトラックが止まっている。こんな時間ですれ違う車も少なくなってくると、普段は鬱陶しいトラックのエンジン音や、 高い位置についたライトも少し頼もしい。信号を見上げながら、アクセルを少しだけ開けて、グリップヒーターの熱を維持しながら、自分が吐き出す白い息を見ていると、その先の中央分離帯にまた人影が見えた。最初俺は、あれ工事の案内の看板かなと思った。なぜなら、その中央分離帯には、 横断歩道があるわけではないからだ。だからそんなところに人がいるわけがない。横断歩道のない道路を無理やり渡ろうとしたが、対向車線側の往来が激しくて、中央分離帯で立ち往生してしまうバカは時々いるけど、こんな深夜のガラガラの道路で立ち往生するわけもない。それに結構距離があって、おまけに、 明かりが乏しいにもかかわらず、しっかりと人がいると分かったんだ。遠くに光源があるようにも見えない。だから余計に、おじぎびとか誘導灯を振る看板かなって思ったんだ。信号が変わって走り出す。相変わらず左車線を走る俺の視界の右端で、人影はどんどん近づいてきた。 そして頭の中がハテナだらけでいっぱいになって、それから全身に寒気が走った。アクセルをねじる手に力が入って、一気に速度を上げて、人影の横を通り過ぎる。さっきのハテナだらけの頭の中は、やめてくれよ、なんなんだよ、というようなつぶやきでいっぱいになっていた。人影はさっきのおっさんだったんだ。 深夜、無人の道路をバイクで走っているわけで。横断歩道のあった交差点から、さっきの信号までは、そこそこの距離がある。1キロ以上は離れていると思う。当たり前だけど、人間の足で、こんな短時間に移動できる距離じゃない。同一人物ではないかもしれないし、たまたま、同じような格好をしたおっさんが、いただけかもしれない。が、 なんとなく、そういった偶然を否定する感覚が、俺の中にあった。デイカンとか、そういったものではないと思うけど、例えば、通勤の駅で、朝乗り合わせた人と、同じ日の帰りの電車で、また乗り合わせた時に、あれ今朝の人だ、と思うような、そんな確信感に近いかもしれない。すれ違う時間こそ一瞬だが、 走りすぎるまで視界の片隅には見えているわけで、少なくとも数秒間は見ていることになる。だから見間違いではない。時間が時間だったこともあって、空気の冷たさとは違う寒さに背筋が凍るような感覚だった。ムカムカとするような圧迫感を胃袋に感じながら、俺は右のミラーをちらっと覗き込んだ。 おっさんはいなかった。安心していいのかよくわからない。というか、多分いないだろうなと思って、ミラーを覗き込んだんで、やっぱりかという確信に変わった。ライダー仲間からも時々聞かされていた。通りすがりに見るというやつなんだと思った。霊感はないと思うけど、オカルト系には人並み以上に興味があるので、 ついに俺も見ちゃったか、と、何とも言えない気分だった。おっさんの横を通り過ぎる時こそ、法定速度をはみ出していたが、速度を戻しつつ、俺は頭の中で、やだな、を繰り返しながら、走り続けていた。やがて道路は分岐に差し掛かって、県境の大きな橋に向かう道に入る。普段なら、一段と車も少なくなってくるんだけど、 今日は先導にトラックと乗用車がいたんで、俺は怖さも手伝って、なんとなく車間を詰めておこうと思い、トラックの後ろにつけて、搬送状態でその道を走り続けた。しばらく走っていると、なんとなく後味こそ悪かったものの、人に話すネタができたな、なんて思い始めていた。そんなお気楽な考えは、 橋の方に向かう分岐に来た時にあっさり亡くなった。またいたんだよ、おっさんが。三度目ともなると絶対に見間違いなわけはなかった。しかも今度は街灯がある。先導車両の明かりもだ。おっさんは左折する分岐の曲がり角のところに立っていた。俺はもう、うわ、うわっと小声に出しながら、 運転を続けていた。このまま橋を渡るには、おっさんの真横を通らなければいけない。道を変えるために車線変更しようかどうかと迷っていると、先導のトラックが左ウインカーを出したんで、なんとなく、このままトラックについていけば大丈夫だと思って、俺もそのままウインカーを出した。キープレクトの原則を無視して、俺はなるべく、 右寄りに走った。トラックの右リアタイヤが真正面に来るくらいだ。もちろん気休めに過ぎない。左をなるべく見ないようにした。分岐のカーブの手前でトラックが減速する。おっさんの横を通り過ぎるタイミングでトラックのエンジンが再加速のために防音を上げた。何事もなかった。 実際、何事もなく、俺は無事に橋を渡って、家に着くことができたのだが、家に帰って、布団に潜り込んでも、なおしばらくの間、震えが止まらなかった。おっさんの横を通り過ぎたとき、一気に速度を上げて、法定速度をあっさり無視した速度で、残りの道を走ってきたことで、体が冷え込んでいたこともあったけど、 原因はそれだけじゃなかった。目の前で吹き上がったトラックの排気音。その轟音の中でもしっかりと聞こえてしまったんだ。おっさんが明らかに俺に対して言った。見えてるんだろという声が。怒鳴り声ではなかった。ただ左側から確かにそう聞こえた。ぐーというような。 トラックの排気音の中でもしっかりと聞こえたんだ。他にも何か聞こえた気がするけど、それは聞き取ることができなかった。いや、意図的に聞き取らないようにしていたのかもしれない。なぜなら俺はその直後、大絶叫をしながら思いっきり速度を上げてトラックを追い抜いて一気に走り去ったからだ。あの日以来、 夜中に同じルートで帰ることはしなくなったけど、翌朝もその後も特に変わったことはなかった。木の上の影。俺が小学生の頃の話、俺が通う小学校は坂の上にあった。で、みんな、その坂を登って登校するんだけど、その途中に大きな木があったんだ。 ロープが張られて、立ち入り禁止、木登り禁止って札が立ててある。ほとんど足をかけるような場所もなく、誰もそんなことしねえよって思ってた。三年生くらいの頃かな、下校中にふとした瞬間木を見上げると、上の方に子供がいる。いや、人がいるというか子供の人影がある。 木のてっぺん近く、少し、太めの枝に座ってるような影。俺は見間違いだと思って気にはしていなかったんだ。でも、次の日の下校中も、やっぱりその影はあった。気のせいではないと思った俺は、一緒に下校していた友達に聞いてみた。なあ、あの木の上、子供みたいな人影見えない 友達の答えは。何もないよ。気のせいだって。いぶかしく思いながらも帰宅。親に言っても信じてはもらえないだろうし、言わなかった。そしたら、一緒に下校していた友達の A から電話が。今日さ、木の上の話してたじゃん。あの時言えなかったんだけど、俺にも見えるんだ。 でも、いくら話し合ったって、真相がわかるはずもない。次の日の夕方、下校する生徒もいなくなった頃、A と二人で、その木の近くまで行ってみた。周りは薄暗かったけど、木の上の子供の影は濃く、はっきりと形が見えていた。で、その影が、こちらに向かって手を振った。なぜかはわからないけど、一瞬で、 背筋が凍って、やばいと思った。隣を見ると、A は影に向かって手を振り返している。バカ、やめろ半ば、引きずるようにして、A の家まで行き、俺も帰宅。次の日学校に行くと、A が来ていない。休みということだったけど、滅多に休まないあの A が。下校中、 見てはいけない気がしながらも、木の上に目をやった。人影はなかった。帰りに、A の家に寄ってみたけれど、熱が出ていて会えないと、A のお母さんに言われた。三週間ほど、A の休みは続いた。その間に、四五回は A の家を訪ねた気がするけど、A のお母さんはいつも、熱が出てるのよ、ごめんね。 しか言わず、俺も何も聞けなかった。あの影が手を振った日から一ヶ月ほど経った頃、A の転校を知らされた。皆に挨拶もなく急に転校するなんておかしいと思ったのを覚えてる。誰も理由を知らないし、先生たちも教えてくれなかった。それから十年近く経った今、絵とは全く音沙汰なし。 最近になって、昔、あそこで木登りをしていて、落下して亡くなった子供がいたと聞いた。木を切ろうにも工事中の事故が多かったり、工事の器具が動かなくなったりで、全然進まなかったそうだ。それが本当かどうかもわからないし、A がどうなったのかもわからない。A のその後と繋がりがあるのかどうかさえ、 子供の影は存在に気がついて欲しかったんだろうかあの時、もし俺が手を振っていたらどうなっていたんだろうそう思うことが今でもたまにある。午後からのあなたの運勢を占う。午後からじゃんけんタイム。 それでは、皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうかじゃーんけーん、ぽん。私はグーを出しましたので、チョキを出したあなた、おめでとうございます。ね。今日は日曜日ですね。今日のラッキーアイテムはですね、ねなかなか最近思いつかなくなってきちゃったんでね、そろそろなんか変えようかなと思ってるんですけど、この、このそのものをね、その、 ラッキーアイテムという、くくりそのものをちょっとやめようかな、変えようかな、とね、思っておりますが、ね <laughs>。何にも思いつかなくなっちゃったんですよね、最近ね。うん。ということで、今日のラッキーアイテムはですね、そうですね。うん。ほ <laughs> 思いつかないわ。<laughs> う当ん、本当に思いつかないね。ねえ、輪ゴム。輪 <laughs> ゴム。なんでったら、今目の前にあったから。輪 <laughs> ゴムでね、いろんなものを束ねてね。 え弾きましょう。ということで皆さんね、ありがとうございました。ね今日は日曜日ですね。ね詰まっちゃったのっていう日ですね。あの、お魚くわえてね。ちょっと替え歌を歌ってみましょうか。サザエさんね、サザエさんで言っちゃったよ。ねお魚くわえた、野良猫。野良猫だっけどら猫だっけ追っけかけて、裸足でかけてく。 愉快なサザエさん。みんなが笑ってる。私を笑ってる。ルールルルルッルテルルその顔を覚えたぜ。どうでしょうか。うね。怖いよ、サザエさんはね。覚えてるよ、きっと笑ったやつの顔をね。<laughs> ということで、おアナルコンでした。またね。